はい、今回の動画は Excel の作業を効率化する時短術の3回目の動画ということで今回も1回目と2回目に続いてですね Excel の作業を効率化する時短術をいくつかまとめてご紹介していきたいと思います。 でこれは以前の動画でも言っていますけども紹介する全ての時短術のテクニックを使いましょうということではなくて動画を見ていただいて今までこれは使っていなかったけども結構便利だなというふうに感じたものを取り入れてってもらえればと思います。それでは早速1つ目ですけどもデータを連続して入力をしていく時に縦方向ではなくて横方向に入力をしていきたいという時があると思います。 でこれは前回の2回目の動画で解説をしていますけども横方向にデータを入力をしていきたい時はキーボードのタブキーですねこちらを押すことによってこういった形で横方向に移動させることができます。 もちろんこのやり方で十分な時短になるんですけどもしばらくの間もう横方向にしか入力をしていかないといった場合であれば設定を変えることによって Enter キーを押した時の動作ですね通常 Enter キーを押した時というのは下のセルに移動しますけども Enter キーを押した時に右方向に移動させるように設定を変えることもできます。 それでは早速その設定方法ですけどもまずは画面の左上のファイルというところをクリックをしてもらってこの左下の方にあるオプションというところですねこちらをクリックをしてください,はいそうすると Excel のオプションというウィンドウが開きますんでこの左側の詳細設定というところですねこちらをクリックします はい、そうすると、この編集オプションというところの中に、ここですね、Enter キーを押したらセルを移動するというところで、この方向のところが標準の状態だと下になってるんですけども、右方向に移動させたいといった場合はですね、この矢印のところをクリックをしてもらって、この右というところですね、こちらを選択をします。これで OK ボタンをクリックをしてください。 はい、そうするとエンターキーを押した時のセル移動の方向が下から右に変わりますんでじゃあ例えば C の3のセルを選択をして D の3のセルを入力をしたいといった時はエンターキーを押すことによってですねこういった形で右方向に移動させることができます。 なので、パソコンのキーボード入力に慣れていれば慣れているほどですね、ついついですねこのエンターキーというのを押してしまいがちだと思いますんで、もうしばらくですね右方向にしか移動しないよといったときはですね、この設定をしてもらってもいいんじゃないかなと思います。はいでは次に、表の中のデータを連続をして入力をしたい時の時短テクニックなんですけども、 じゃあ例えばですけども今回のこの表でいうとこの D の3のセルのところからずっと連続で入力をしていって G の7のところまでですねこちらのですね空欄を埋めたいといった場合に Enter キーやタブキーを使ってデータを連続して入力をしていってもいいんですけども今回のようにこの表の中のですねここの部分をとにかく連続してデータを入力をしたいといった場合はもう少し効率的な入力の方法があります。 それではそのやり方なんですけどもその連続してですね入力したいデータの範囲をですねマウスのドラッグで先に選択をしてしまいます。でまずは今回でいうと D の3のセルのところにデータを入力をして Enter キーを押すと通常の状態だと1つ下の今回でいうと D の4のセルに移動しますんで続けて入力して Enter 入力して Enter というふうに入れていって。 D の7のセルのところにデータを入力をしてこれもですね通常の状態だとここで Enter キーを押すと1つ下のセルに下がると思うんですけども先にデータを入力をしたい範囲を今回みたいに選択をしておくとこの D の7のセルのところで Enter キーを押すとこういった形で E の3のセルに移動します。 なのでずっとデータを入力をして Enter キーでこういう形でですね続けて入力をしていくことができるので表の中に続けてですねデータを連続して入力をしていきたいといった時は先にその入力したいセル範囲を選択をするという入力の方法もうまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思いますはいでは次に離れている複数のセルに一発で同じデータを入力をする方法をご紹介します で、エクセルを使っていると離れている複数のセルに同じデータを入力をするというケースはたびたびあると思うんですけどももちろんね、そういった時に一個一個入力をしてもいいんですけどもこちらもですね、まとめてですね、一発で同じデータを複数のセルに入力をする方法があります。 それでは早速やってみたいと思うんですけどもまずはですねその同じデータを入力をしたい複数のセルを選択をしますんでまあ今回どこでもいいんですけど適当に選択をしていきますけどもじゃあ例えば D の3のセルを選択をしてじゃあこの E の7のところにも同じデータを入力をしたいといった場合はですねキーボードのコントロールキーを押したままこの E の7のセルを選択をしてください。 はい、そうするとこういった形で離れてる、ね、複数のセルを同時に選択をすることができますので続けてコントロールキーを押したまま、まあ、マウスをクリックをしてですねセルを選択をすることによってこういった形で離れた位置のセルを同時に選択できます。で次にそのデータを入力をしますんで、まあ、今回は何でもいいんですけど例えばデータなしみたいな形で入力をして。 でこのままエンターキーで確定すると今回でいうとこの G の7のセルのところにこのデータなしっていうのが入力されて終わってしまうんですけども複数のセルに同じデータを入力をしたい場合はですねここでコントロールキーを押したままエンターキーを押してください,、はい。そうするとこういった形で離れた位置にある複数のセルに同じデータを一発で入力をすることができますんで一つ一つ入力していくよりはですね作業の効率が上がると思います。 では次に法則性のあるデータ入力を素早く行うテクニックなんですけども。 どういったことかというと今回のこの表でいうとまず B 列のところにこの名前が入っていてでこの C 列 D 列のところにですねこの名前のところからそれぞれ生と名をですね抜き出したいといった場合にまず一番上のですねこの2行目のところですねここはまずその法則を入力をしないといけませんのでまずは生のところに加藤というふうに入力をして名前のところにまレナというふうに入力をしておきます。 今回のこのデータ入力の形でいうとこの B 列のところに入っている名前がこの生と名の間にスペースが入っているのでこの C 列 D 列のところにですねそれぞれ生と名のところですねこれを分けて入力をすることによってあとこの下のところですねここはですね自分で手入力をしなくても素早くですねこのデータの入力の法則性に従って入力をすることができます。 そそれででははのやり方なんですけどもじゃあまずはこの C 列の正の列正方ですねこちら今入力した加藤という一番上のですね今回で言うと C の2のセルを選択をした状態でキーボードのコントロールキーを押したままアルファベットの E を押しますはいそうするとこういった形で今回で言うと C の2のところのセルに入力をしたこのデータの法則性に従ってこの下のところもですね全て正だけを抜き出すことができました。 で続けて D の方方もやり方は一緒ですね。一番上の D の2のセルを選択をしてコントロールキーを押したままアルファベットの E を押すことによってこういった形でですねこのメの方もですね素早く抜き出すことができます。このショートカットキーのコントロール E ですけどもこういったですね法則性のあるデータを入力をしていく時に非常に便利だと思いますんで是非うまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思います。 はい。では、Excel 時短術3回目の動画の最後になりますけども、Excel で曜日を素早く入力をする方法をご紹介しますで。Excel の作業で今回みたいにトゥードゥーリストであったりだとかですね、何か予定表であったりだとか、日付と曜日をですね、入力をするっていうケースはよくあると思います。そんな場合の曜日の入力ですけども、 自分でですね、曜日を入力をしてもいいんですけども、Excel ではですね、曜日は入力をしなくても、日付からですね、自動的に表示させることができます。それでは早速そのやり方ですけども、まず今回もうでに日付は入っている状態なので、この日付が入っているセル範囲ですね、こちらをですね、マウスのドラッグとかで選択をします。 で次にホームタブの中にある数値というところの右下のこのマークのところですねマウスのポイントを持っていくと表示形式というふうに出ますんでこちらをクリックをしてください。 はい、そうするとこのセルの書式設定というウィンドウが開きますんでまず左側の分類のところはユーザー定義のところを選択をしてもらってで、この右側の種類というところですねここがですね先に日付を入力をしていると今回でいうとこの何月何日っていうこの形がねすでに入力をされていると思いますんでじゃあ今回はこの日付の後ろ側にですね括弧を入れて曜日を入力をしてみたいと思いますんでこの右側のところをクリックしてカンソルを入れてもらってまずは半角で括弧を入れて。 で続けて曜日の入力はアルファベットの A ですねこちらも半角でこれをね3つ入力 AAA という風に入力をしてください。これでッコで閉じます、はい。そうするとこの上のサンプルのところを見てもらうと分かりますけども5月1日の括弧土曜日という形で表示させることができます。 でちなみにこのアルファベットの A のところですねこちらはね3つではなくて4つにすると土曜日という形で表示させることもできますんでこれはねご自身が好きな方を選択をしてもらえればと思います今回はまあ A を3つにしてですねこの「土」という形で表示させたいと思いますんでこちらで OK ボタンをクリックをしてください、はい、そうするとこういった形でですね、日付からですね自動的に曜日を入力をすることができました このの入力もですね、自分で調べて手入力するよりはですね、はるかに素早く入力することができると思いますんで是非ねこのやり方も覚えておいてもらえるといいと思います。 はい。といったことで、今回の動画では、エクセル時短術の3回目の動画ということで、全部で5つの時短テクニックをご紹介しましたけども、最初にも言ったように、これらすべてのテクニックを、ね、使いこなしていきましょうということではなくて、動画見ていただいて、これは便利だなというふうに感じたものを取り入れていってもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。